はじめに中国の国歌。中国は16年ぶりの決勝進出を目指しています。日本の選手たちの精悍な顔つきが印象的でした。解説は原博美さんですが、はい、原さん、はい、日本は準々決勝の戦いから中1日、はい、一方の中国は中2日でこの準決勝を迎えています、はい、このあたりはどうでしょうか。今日の特に序盤、はい、試合運びに影響は出てくるでしょうか。まあ、やはり間が2日あった中国の方がコンディションはいいというふうに考えた方がいいと思いますね。今日の準決勝の第1試合目でもですね、同じような立場の韓国が立ち上がりはこうちょっと激しくきましたよね。その辺が中国がどう出てくるのか非常に注目して試合開始を見たいというふうに思いますけどね。日本の今日のスターティングイレブンをご覧いただいていますが、体調を崩して2戦目以降試合の出場のなかった松田が戻ってきました。試合前の練習を見ていますと3バックの真ん中にどうやら入りそうです、はい、その松田のイエローカード1枚も含めて日本には稲本、中村、西澤にそれぞれイエローカードが1枚です。この松田が変わった以外は準々決勝のイラク戦とはメンバーの変更はありません。日本のリザーブのメンバーです。腰を痛めた三浦篤弘が帰国をしました。それ以外ご覧のようなメンバーがベンチに入っています。中国のメンバーです。4番の呉昌栄は左サイドバック、韓式キャプテンはセンターバック、李明は右の攻撃的な中盤の選手、この選手が効いています。李哲中盤守備的、10番の祝茂春はストライカーです、長身、13番の陳豪右からの攻撃参加得意なサイドバック、14番のイ・イホーは若いセンターバック、紳士は左の攻撃的な中盤、キコーは中盤の攻撃的な選手です。そして陽神はストライカー、ゴールキーパー高進です。日本が広島で開かれた92年の大会以来2大会ぶりの決勝進出を目指しています。先ほど原さんには中国がどういう出方で来るのかというところが一つポイントになりそうだというお話がありましたが、はい、そうですね。一方の日本もですね、予選リーグの最終戦のカタール戦では出足がやや鈍かった、はい、そういう印象が残りましたが、まあ、カタールが日本戦に勝ち点を稼げなければ予選リーグ突破が難しいと、そういう状況もあったと思いますね、ただそのカタールの戦い方を見てこの前のイラクですかね、立ち上がりからこう日本に対して積極的に来ましたから、中国がどう出てくるのか非常に楽しみにはしてます、はい、準々決勝のイラク戦では早い時間の失点がありました日本です。今日松田のポジションを見ていますと、やはり3人のディフェンスの中央に入っています。森岡が右です。その他は先日までと変わらないメンバー。このキャプテンマークの森岡が今日は第1戦のサウジアラビア戦同様フラット3の右に入っています。昨日はサブのメンバーがグラウンドでの練習をしましたが、
松田がその中にいて、他のメンバーが終わった後にも上がった後にもまだ残って練習をしていました。そうですね、特にあのトルシエ監督から直接ねボールの動かし方なんかをこう指導されてましたから、今日もしかしたら出るかなという感じはしてましたけどね。その中で松田の回復具合がどうなのか、はい、あの動きだけ見てると十分もう回復していると思いますし、それが十分回復したということで今日使ってきたと思いますね。七海の顔が映りましたが、今大会攻守に非常に貢献度の高い七海、そしてこの森島のボールのないところでの動きも際立っています。はい、まもなくキックオフ、準決勝の第2試合、日本対中国です。レフリーはシャムスル・メイディンさん、シンガポールです。そのメイディンさんのホイッスルで前半のキックオフです。稲本、左には服部、そして中村俊輔、もう一度服部です。中央に松田、戻ってきました。右に森岡です。その前には明神、フォワードに当ててきます。くさびのボールをまず一つ入れてこようとした日本、日本のコーナーキックになります。立ち上がり早々の日本のコーナーキック、それも今大会目立っているフォワードにいわゆるくさびのボールを入れようという攻撃からでした。はい、さあそしてこの日本にとっての大きな武器のセットプレー、コーナーキックです。そうですね、ただ中国は背の高い選手が多いんですよね。ああそして今回は中国は七海にもマークをつけてます。近いサイドに送ってくる、もう一度コーナーです。先日の日本の試合を中国選手たち、そしてミルチノビッチ監督は観戦をしていましたが、はい、まあ、今の、ね、ショートコーナーに対しても、ね、しっかり対応ができてますね、中国はね。先ほど紹介したように七海にもはっきりマークがついてます。カーブをかけてくる、キーパーこぼして、まだ日本のボールです。七海から森島、抜けてくる、森島来る、中国のディフェンスです。あ、それに対してもう一度日本がプレッシャーをかけに行く、そして奪いました日本、チャンスになる西澤、中国のゴールキックに変わります。ただ今は一旦奪われた後、はい、日本選手たちの意気込み、意欲のようなものが感じられたように思いましたが、あの立ち上がり特にまあすぐコーナーキックを取った後、奪われてからのプレッシャー、いいと思いますね。動き自体は悪くないと思いますね。前半の立ち上がり、まず日本に2つコーナーキックのチャンスがありましたが、日本この時間に先制点を挙げることはできませんでした。中盤のチェック、中国にファウル、日本ボールです。まあ、今のように高い位置から中国がこれまで何試合か、勝った試合では意欲的なプレスを見せてきています。中国は 4-4-2 のシステム、その3つのラインがきっちりとできています。この今見えているのがフォワードのラインです。森岡が持っていく、森岡がこれで2つ目になりますが、直接日本のフォワードにくさびを入れようとしました。明神から西澤、高原へのボール、あしかしまた奪い返す日本です。西澤奪って中国囲む日本ですが、あ囲んでその後奪います。日本のこれ中盤のディフェンスはこの立ち上がりどうでしょうか。あのここまではいいと思いますよ。ただ中国もいい動きをしてますね。これまで先日の準々決勝、そして予選リーグの2戦目だったと思いますが、中国は立ち上がりから強くプレスをかけてきて、そしてそれを立ち上がり10分以内の先制点に結びつけました。中国中2日、日本中1日で迎えているこの準決勝です。明神、明神奪った、さあ日本ゴール前にはようやく今選手が入ってきた。明神に対するファールで日本ボールです。
トルシエ監督とミルティヌビッチ監督。今大会は右サイドでこの明神が光ってます、はい、今もねいいディフェンスからそのまま攻撃につなげましたからね、そしてこのセットプレーどうか、中村俊輔です。今大会の日本のセットプレーはほとんどこの中村俊輔です。まあ、いい位置ですねこれはね、松田がゴールの正面にいるでしょうか。西澤も見えます。そして高原、ゴール前には3人入ってその後ろに森島です。カーブをかけて遠いところだ、チャンスになる、日本折り返してキーパーキャッチしました。フリーになっていました。松田じゃないでしょうかね、外側にこう膨らんで中に折り返したんですけどね。日本セットプレーから一つビッグチャンスになりかけました。今のこうフリーキックでしたけれども、はい、原さん、はい、ゴール前に3人日本は選手がいて、はい、遠いところから松田が入ってきた。松田がその直線的ではなくてこう、膨らみながら外側に逃げていったと。で中国も日本のセットプレーに対して特にフリーキックに対してかなり前ニアサイドを固めてますから、後ろが空いてくるというふうに呼んで中村俊輔はそこに蹴ったんだと思いますね。松田の今のプレーは組織的なものでしょうか、あるいは松田個人のものでしょうか。まあ、そういうニアに入る人と外に入る人という役割は決められていると思いますよ。中国来ます。中国はこの右からの攻撃要注意。ゴール前にシクモシンとヨウシン奪って、ナナミ、アットリー、おっと中国ボールのスローインです。前半の6分になります。中国は今大会右からの攻撃が際立っています。4番は左サイドバックの呉翔英、攻撃力があります。李哲、また右から来ます。中国ゴール前に3人選手が入っている。速いボールが来るが松田入りました。原さん、中国が右から2つ来ましたね。まあ、この6番のリー・メイトですね、サイドバックの13番のチン・ゴ、この2人がよく上がりますからね。 ここはフラッグ上がってオフサイド。まあ、今の2回は6番の右の攻撃的な中盤の選手、リー・メイでしたが、まあ、この人はクロスを上げるだけではなくてそのままゴール前に入ってきて点も取れる選手です。今大会2得点。中国の場合には日本とよく似ていて、まずフォワードの選手にくさびになるボールを当てて落としたボールをサイドに展開していくというのがこれまでの攻撃パターンです。まあ、それに対して原さん、日本の左サイド特にアウトサイドの中村はやや攻撃的な選手です。はい、日本のディフェンスの考え方というとどういう風になってくるんでしょうか。まあ、日本はですね、そのしっかりゾーンを守りながら戦っていくというやり方は変えないと思いますけど、中国の方が日本の左サイドは攻撃的ではあるけれども逆に守備に回れば弱いと、そういうふうにはもう分析しているとは思いますけどね。奈良から明神、加えてそれが中国の得意の右サイドと合致してきます。オフサイドありません。チャンスになる、落として中村、ゴール前に西澤います。中村自分で入ってくる、まだキープして、まだキープして、戻して奈良の左足はヒットしない。あっと西澤に当たってコース変わりましたがゴールキックです。面白かったですね今ね、ななみ、中村俊輔が入ってななみ、そしてシュートがしっかりミートしませんでしたけど西澤がこうわざと足を当ててあのコースが変わってね。日本にとってこの試合最初のシュートがありました。左サイドから中村俊輔の作ったチャンス、最後はななみのミドル気味、そして西澤が触っていきました。服部、中村、川口に戻します。まあ、日本は今大会全ての試合で1点ずつ失点をしていて、まあ、川口は次はゼロに抑えたいという言葉を残していますが、服部、ななみからサイドを変えます。この中盤の速いボール回しが今大会日本目立っています。原さん、一つ中盤のボール回し今日本に出たように思いましたが、はい、まあ、中国のディフェンスがですねボールサイドにかなりこう、
寄ってくるそういう守備をしますから、できるだけ早く動かして逆サイドに持っていけば、必ずチャンスになりますよね。こうやってね、中村俊輔が出ていけば、はい、中村にスペースがあります。高原と西澤、そして森島がゴール前に入ってくる。また中に入ってきた中村。森島フリーになってます。森島から西澤には届かない。ゴール前最後西澤入っていましたが、こぼれたボールは稲本。あ、今日は稲本に対しては中国がよくプレッシャーをかけてます。明神、森岡、そのまま上がっていく。クロス入ります。高原のヘディングシュートだ。まだある。西澤折り返して、ここに渡りませんでした。しかしもう一度明神、森岡、あと明神が少し動き出しが遅れました。今大会は動き出しの質の高さが際立っている日本の選手たち。森岡、右に明神、もう一度森岡です。森岡がこの時間帯は相手陣内でプレーをしています。明神から左サイドで中村俊輔がフリーになっています。先ほど原さんから指摘がありました、中国はどちらかのサイドに絞ってディフェンスをします。森岡、いいリズムで日本はボールを動かしてますね。これ、あ、森岡フリーになって入ってきます。ちょっと大きくなったか。あ、日本の選手が一人倒れてます。高原じゃないですかね。中国の4番の呉翔炎に対してイエローカードが出ました。高原が倒れてます。高原が一つ交錯するプレーがありましたが、その中でも日本がリズムよくボールを回して、まあ、最後森岡がコントロールミスがなければビッグチャンスという場面でした。ここまで10分を過ぎている前半ですが、原さん、はい、立ち上がりの主導権はこれ日本と考えていいでしょうか。まあ、次第にこう日本のリズムになりつつ今ありますね。高原、西澤、森島追います。中国は裏へのボール、森岡、川口、ちょっと出遅れた。川口一瞬止まりかけましたが、原さん、今大会のこの川口のプレー、はい、原さんの目どう映ってますか。最初はちょっとね、緊張してるなというふうに思いました。久しぶりの代表の試合で、ただ次第に落ち着いてきたというふうには思いますよ。また右サイドから中国、ここは中村のディフェンスです。稲本、森島、森岡、そして明神。森島が受けに来ますが、戻して森岡です。中国のディフェンスはあまり中盤では取りに来てないでしょうか。あんまり高い位置から来てませんね、ハーフラインを入った過ぎたあたりからこうプレッシャーをかけに来るというやり方ですね。まあ、今もボールを回していた日本のディフェンスラインに対して2人のフォワードがセンターサークルのところで待ち構えているような格好です。逆サイドのですね、中盤の選手とサイドバックの選手がもう真ん中ぐらいまで絞っていきますからね、そういう特徴的なディフェンスですね。まあ、かつては身体能力に物を言わせたサッカーを展開していた中国ですが、今年就任したミルチノビッチ監督が組織を植え付けました。チャンスになります。森島入ってくる、倒れたがホイッスルはありません。今日のレフリーはシンガポールのシャムスルメイディンさんです。そしてまたキーパーからの1本のロングボール、これは今の森島が入っていった場面です。中国のディフェンスは14番、21歳のセンターバックの李易峰です。今大会全試合に出場しています。張恩佳という選手がいましたが、今大会に入って足を少し痛めています。明神、七海、原さん、この今大会の七海のプレー、はい、外国の報道陣の評価も相当高いようですが、まあ、そうですね、非常にこう自分が自分がというよりもうまく味方を、ね、使っていいリズムを吹き出していると思いますね。そして大事なところでは自分もゴール前に入ってきてシュートも決めると、今大会3得点を挙げている七海です。ただ今日は七海に対してこうマンツーマンでついているわけではないんですけど、決してフリーには達していないですよね。先ほどは稲本のことを言いましたが、はい、稲本七海という日本の中盤の低い位置でゲームを作ってくる選手に対して、はい、中国のアプローチが早いような感じがします。まあ、あそこで自由にこう特に逆サイドに展開されるとこの守り方は苦しいですから、それをやらせないように指示が出ていると思いますね。
中に入れてくる。西澤に通してこようというところでしたが、森島をいます。服部七海、ここは前を向いて高原、中村俊輔、もう一度七海です。ここでサイドを変えたい日本。稲本、ただ稲本に対しては早いアプローチです。中国ディフェンス、森島に入れてくる。奪って中国です。しかしもう一度日本、この辺のプレッシャーいいですね、中国ね。奪って中国、また右サイドからです。今日の中国の攻撃ほとんど右から、ゴール前に宿もしいますが、ミドルシュートに来た。思い切ってきました。一瞬隙を突かれたような格好になりました、日本のディフェンス。いいシュートでしたね。中国の今日最初のシュートになります。そして中国のコーナーキック。中国は大型の選手が多く揃っています。今のシュートの場面です。川口もよくね、止めましたよね。中国の選手は6人ゴールエリアの近くまで入っていますが、大型選手の多い中国、曲げてきます。川口の前だ。川口落として危ない。あーっとよく入った。ディフェンスよく入りました。服部、いや森岡です。もう一度中国、危なかった日本。また右から来ます。ひやりとしました川口。そして奪って高原、日本のカウンターです。今のコーナーキックは原さん、しかしひやりとしました。これですね、その場面です。6番のやはりリ・メイが川口と競ってこぼれ球になったんですね。その後よくこう森岡も足を出しましたよね。今の川口のプレーは、まあできればパンチングなりしっかりキャッチしてほしかったと思いますけどね。ただ中国の選手も大きいし、いいボールが入ってきますからね。昨日の練習では準々決勝のイラク戦のレギュラーメンバー、フィールドプレーヤーは3歩程度だったんですが、川口だけはフルに練習をして、その中でもクロスボールに対するキャッチングを繰り返し時間を割いて練習をしていました。その中には原さん、中国の大型選手相手のプレーというのももちろんイメージはしていたと思いますが、はい、日本もセットプレーは得意ではありますけど、守備の方はですね、そんなに得意ということはありませんのでね、その辺中国も十分計算していると思いますね。中国に渡してしまった日本、今度は左からミドルシュートに来た。中国はミドルレンジから意欲的に狙ってきています。この15番の左利きの紳士のシュート。ただこの場面もですね、中村俊輔からの横パスが取られて、それでこのシュートまで持っていかれたんですけど、なかなかこうバックライン中盤からいい形で回して前に当てられなくなってますね今。この時間になってフォワードの2人、高原と西澤にいわゆるくさびのボールがほとんど入らなくなりました日本です。原さん、それはどんなところに理由があるんでしょうか。裏に来ます。川口出る。オフサイドありません。ここは川口の落ち着いた対応。やはり中盤でプレッシャー、素晴らしいプレッシャーから先ほどいい形作りましたよね。でこういうところの寄せがいいんですよ。七海もなかなか前向けない、あるいは稲本、中村俊輔に対してマークが厳しいですから、中盤の選手がなかなかこう前を向けない状況を作られてますね。日本の誇る、アジアに誇る中盤のその力を発揮させないように中国のディフェンスがしているわけですね。そうですね。それともう一つあるとすれば、日本が今までやってきた相手は日本に対してマンツーマンでつけてきた、はいはい、そしてリベロというよりスイーパー的な選手が深く余っていた。だけども今日の中国はこうゾーンでやってくる相手で、非常にちょっと戸惑っているというところもあるんじゃないでしょうかね。日本が、日本にとっては初戦のサウジアラビア戦からウズベキスタン戦、カタール戦、そしてイラク戦といずれもマンツーマン気味に、はい、相手の守備がついてきました。こういうところで、ね、負けてるんですよ、ボールの、拾い合いでね。中国の方がプレッシャーが強くかけられてますね。
これはどうなんでしょうか、その中1日と中2日というコンディション的な違いも何かあるんでしょうか。まあ、それよりも中国がやはりこういい攻撃じゃなくて守備をしている、ということが言えるんじゃないでしょうかね、うん、中盤の守備でリズムを掴んでいる中国、ね、今の中村が前に出そうと思ってもその瞬間寄せに来ますから、前に出せなくて後ろに返さざるを得ないと。服部です。七海前を向いて、七海がチャンスになる、裏抜けてフラッグ上がってます。高原はオフサイド、まあ、その前に西澤が相手選手とぶつかって転んでしまいました。ただ今は七海が前を向いてのプレーでチャンスになりかけた日本です。まあ、今この画面を見ても分かるようにですね、かなりボールサイドに集中しますから、うまく抜けて逆サイドに持っていけば決定的なチャンスを作ることができると思うんですよ。だから時間をかけないで、シンプルにボールを動かすことですね。まずそれが原さんが先ほどおっしゃった中国の中盤の守備網をかいくぐる一つの手立てで、さらにその後にはいわゆる反対サイドにボールを運んで、比較的フリーになっているところからチャンスを作っていく。まあ、中国もその日本の中盤あるいは前線の選手に楽に持たせたらこう非常に力があること分かってますから、それをさせないようにここまでは戦ってますね。裏を取ろうという日本、こぼれて西澤、前に森島います。西澤、森島に浮かしてきた、奪って中国、松田のディフェンスです。セットプレーからヒヤリとするところはありましたが、松田がそのまま上がっていきます。ゴール前に入って高原フリーになってます。逆サイド折り返す、チャンスだ、決まった、日本先制。これは今七海がですね、今言ってたように逆サイドの高原に長いクロスボール、そしてそれを高原が素晴らしいもうシュート性の、ね、ボールを入れて森島がヘディングですよね。これが一番いいんですよ。この高原のボール、森島が、ね、ゴール前でフリーになってましたけど、この瞬間に中国のディフェンダーはどうしても向こうサイドに固まってましたからね、高原が外に開いた、そこに出した七海のパス、それが素晴らしかったですね。そしてこう高原のボールも良かったし、森島のこの一番彼のゴール前での、ね、良さが出ましたね。前半の21分の日本の先制ゴール、その直前に原さんからご指摘があった通りの攻撃の展開でした日本、最後はあるいは中国のディフェンダーの足かもしれませんが、まあ、七海からあの高原、そして森島の点ですよ、まあ、記録上はね、まあ、どういうふうにつくか分かりませんが、まあ、ここからね本来の日本のリズムをまた作っていけばいいと思いますよ。原さん、この時間帯、まあ、日本がなかなか思うように攻撃を組み立てられずに、中国にシュートを立て続けに許していた時間帯での先制点です、ただ中国もですね、特に2トップは決定力もスピードもありますから、気をつけないといけないですね。オウンゴールということになるかもしれませんが、原さん、日本にとってこの準決勝の先制点の大きさ、重さ、まだ早い時間帯なんでね、もうこれを守ろうというよりもですね、日本の場合には先ほどから言っているように日本の良さであるボールをどんどん動かしながら、そういう戦いをしていくということが一番大事だと思いますね。日本が前半の21分に七海、高原、そして最後は森島が絡んでの先制点、このセットプレーは要注意ですね、この紳士は左足で強烈なボールを受けてきます。一番大外に8番の選手は余ってますからね、中には14番のイフォーもいます。ラインを上げる日本、この辺も中国十分研究してますね、5番の呉翔英も中央に入っています。失礼、半式も入ってます。低いボールできた、こぼれて松田のクリアです。裏を取ってきますが、ここはオフサイド。先ほどの日本の先制ゴール、今このベイルートのオリンピックスタジアム場内には森島の得点と紹介されています。日本が1対0とリード。ここ2試合は先制点を許していた日本ですが、今日は先に点を取りました。
本はこの準決勝に勝てば2大会ぶりの決勝ということになります。今大会日本は12チーム中ナンバーワンの攻撃力を、そして得点力を見せています。総得点が今の1点も含めて18点、ここまでの5試合です。中国がこの日本の先制点で、原さん、はい、この前半の段階、半ばの段階でどういうふうにミルチヌピッチ監督が動いてくるのか、あるいはそのまま行くのかというところになってきましたが、まあ、まだ慌てないでしょうね。まだそんなに時間が経ってませんし、いい戦いをしてましたから。あっと、ナナミのミスから奪われて、全く慌てることはないんじゃないでしょうかね。今までと同じやり方をして、先ほどナナミに出されたようなボールは出されないと、そういうことに注意しながら戦っていけば、中国にもまだまだチャンスはあると思いますよ。森島、石澤から明神、高原へ、あっと後ろから高原に対するファウルです。14番のリ・イホー。森島は今大会2点目の得点ということになります。あの2回予選リーグ2戦目のウズベキスタン戦も西澤が PK を外した後の先制得点でした。日本のフリーキックの場面です。先ほど原さんからは、日本は守備の方はフリーキックセットプレーは苦手にしているけれども、攻撃の時は武器だというお話がありました。まあ、それは何を置いてもこのキッカーの蹴るボールの質だと思いますが、まあ、そうですね、いろんなボール蹴り分けられますからね。今度は松田はペナルティースポットのところにいます。近いサイドに来た、コーナーキックになります。蹴り分けられる中から、原さん、今は近いサイドでした。はい、まあ、先ほど逆サイドで蹴ってますから、今度は近い方というふうに、相手も守りにくいですよね。確かに26分を回ってます。1対0、日本リード。日本のコーナーキック、七海めがけてきましたが、ここは中国に読まれてます。七海から直接中国ゴールキーパーの甲信です。1メートル96センチの長身、森岡、高原を裏に走らせます。中国ディフェンスは呉翔英の応対。町田さん、はい、ミルチノビッチ監督はね、立ち上がりからともかく前線からプレッシャーかけること、それからラインをこう下げないで上げるようにというのをこう身振りで選手に指示を出してますね。うん、原さん、確かに日本のチャンスになりそうです。高原、後ろから西澤奪って、中国です。確かに七海や稲本に対して、原さん、はい、中盤での守備が効いている時間帯もありました。そうですね、ほとんどの時間はいい戦いしていたと思います。ただ瞬間、七海がこう自由に前を向いて逆サイドまで蹴れる時間を与えてしまったという、それを決めた日本を褒めるべきだと思いますけどね。裏を返せば、その一瞬の隙を逃さなかった日本の中盤の質の高さと、はい、そうですね、まあ、それと個人技ですよね。高原にしても森島にしても七海にしても、そこに蹴れると。七海のディフェンス、今大会の七海は攻撃面もさることながら守備の面での貢献度が光ってます。こういうところのプレッシャーがいいんですよね。なかなかこう前に出させない。あ、でもこれ高原よく入りましたね。奪って、中国は半式。この日本と中国は今年の3月に対戦をしていますが、その時は0対0の引き分けに終わりました。ただその時の中国はミルチノビッチが監督が就任をしたばかりで、今大会の中国チームを見ていますと、原さん、はい、あの時の中国とは別のチームというような印象を私持ったんですが、まあ、別のチームというか、あの時よりもこう戦術が徹底されて、より強くなっていると、よりこうやり方をうまく吸収しながら個人の特徴も出せるようになってきたというふうに思いますけどね。中国は前回のこのアジアカップはベスト8、
これまでは84年の準優勝が最高の成績です。日本が森島の先制点でリード。まもなく前半の30分になろうとしています。ここまで日本のシュートは3本、中国のシュートも3本です。早いリスタート。サイドを変えて15番の紳士、この人は左足です。ゴール前に長身のシクモシンが入ってます。8番は李哲、遠いサイドに来た、ね、中国のチャンスが飛び込んでくる。日本追いつかれてしまいました。ここから見ててもですね、20番の楊振がこう外側に行った時フリーだったんじゃないですかね。10番ですかね、それを折り返したところにこの19番の選手が飛び込んできたと思いますけどね。日本同点に追いつかれてしまいました。このクロスで外の選手が折り返して19番、この19番のところにちょっとマークが甘かったですね。うーん、セットの方が10番ですか。10番です、シクモシンです、はい、この時に、はい、そこにまあ競らなかったのが一つ、そして入ってきた選手に対してやはりちょっとフリーにしすぎてしまったと。最後は川口、はい、どうすることもできませんでした。まあ、これは逆に言えば日本が入れたと同じような形ですよね。日本も同じようにこうボールサイドにこう守備を固めてきますから、そこを逆サイドに振られて折り返されたと、お互いにいい試合やってると思いますね。日本が21分に先制、中国が追いつきました。さあ原さん、この同点に追いつかれたことで、はい、日本は何か変えてくる必要というのはあるんでしょうか。いや、ないと思いますよ。クロス入ってくる西澤へ。今みたいにやはりボールを中盤で広く動かして早く動かして、フリーなサイドにどん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 ボールを動かしていくということですね。狭いところに入っていくと中国の選手が数多くプレッシャーをかけに行きますから。日本はこのアジアカップ今日も失点をしてしまいました。原さん、これで全試合失点ということになるんですが、まあ、そうですね。ただもう今日は何しろ勝つと、ええ、それだけですね。また右サイドから中国、このボールに対しては松田がきっちり入っていました。町田さんね、はい、ミルチノビッチ監督はね、今右サイドでボールを持った時もすぐに逆サイドに振れという指示を盛んに出してるんですよね。まあそうですよね。だお互いがね似てるんですよ、やり方がね、ボールサイドにこう追い込んでいくような守備ですから逆サイドが割とフリーになってきますから、どれだけグラウンドを広く使えるかですね。まあ、こうやった時右サイド明治空いてきますからね、こうですよね。明治中村が中でプレーしてます。森島、そうです、ね、稲本から七海、七海フリーです。ゴール前に3人いる。低いボールできた。もう一度後ろから稲本のミドルシュートだ。切り返してからの稲本のミドルシュート、いや、いいと思いますよ。前半の33分になるところです。ディフェンスラインの人数、今の稲本のシュートの場面です。ディフェンスラインの人数は中国4人、そして日本3人と違いますが、原さん、守り方としてはボールサイドにそのディフェンスの選手たちが横にずれていって、はい、そうですね、守備の網を目を小さくしていく。そうですね。まあ、この時にはもう中国の左サイドバックの選手はもう真ん中まで絞ってますからね、はい、これですね。これをまた広く日本は常に広くしながら戦っていくべきだと思いますね。稲本、そうですね、もうこう困ったらすぐ開いて広く、おっとプレッシャーかけられる。町田さん、はい、ベンチ見てますとね、日本ベンチのトルシェ監督は1回だけセットプレーの攻撃の時だけ指示を出しましたけれどもね、それ以外はずっと黙ったまま。ミリチノビチ監督はもうボールが持ってば、あるいはボールが出ればすぐにもう指示出てますよね。この辺かなり対照的ですよね。
これまで見ていましても、あっと森島です。ミルチノビッチ監督は作戦ボードを手にして交代選手にきめ細かく指示をしたりというシーンが何度もありましたが、さあ左から日本のチャンスでしょうか。この後気をつけた方がいいですよ。あ、取りましたね。中村、中村俊輔来る。ゴール前には森島です。さあしかし中国の守備もよく効いてま す、ね、そして中国のカウンター、稲本いいです。あ、これはよく防ぎました、はい、稲本。西澤へ、こういうボールは強いですね、中国のストッパーもね。今日はですので日本の2人のフォワードに攻撃の起点になるべきくさびのボールがほとんど入りません、中国ボールです。よかったですね、稲本イエローカード1枚もらってますしね、こういうところでもらわないようにね。日本は稲本、松田、中村、西澤、この4人の選手がイエローカードを1枚もらっています。累積2枚になりますと次の試合が出場停止。今度は左から中国です。森岡、日本がこの準決勝これまでのようには楽にゲームを作らせてはもらっていません。西澤、ようやくいい形で西澤に入って、明神、あーっと、あー、これはちょっといけないですね。日本ピンチになります。右から中国、6番のリーメイ、宿毛新へ、宿毛新、宿毛新入ってくる、ゴール前フリーだー、危なかった、クロスバーでした、危なかった。日本最後は20番の陽心。そうですね、今のはこう中盤で明神のこのパスミスからここに宿毛新が入ってきて、この前ですね、決められていてもおかしくなかったシーン、この20番の選手に対するやはりマークちょっとこう前に入られてますよね、今でもね、ちょっと危なかったですね。これは中盤のパスミスからのカウンターで中国に決定的なシーンを作られてしまいました。日本今大会ここまで中盤の守備で非常によく効いていた明神が中盤でのパスミス、まあ、それはね、稲本がプレスをかける、あの相手のプレッシャーもいいんですよ、今までやってきたチームよりもこう組織的にこう守備ボレープレッシャーかけてきますからね、なかなかこうサイドの選手も前を向いて自由にはできてませんよね、何か今の稲本のプレーはこれじゃダメなんだということをチームに示すようなそんなプレーにも映りました。逆サイド、そうですね、俊介、中村俊介フリーになってます、はい、ここを使えればいいんでしょう。七海が倒れている、高原が近いサイドに入ってきます。ちょっと七海が今のパスを出した後、見た目たようですけどね、七海がパスを出した後に中国の選手の足が入ってきたでしょうか、ね、あ、そして中国に対してイエローカード、はっきりとは見えませんでしたが、中国の8番の李哲でしょうか、あ、5番の韓式にイエローカードという画面が出ています。まもなく前半の38分、日本が森島の先制点でリードしましたが前半30分に追いつかれています。その追いつかれたことは原さん、はい、日本のディフェンスの問題あったでしょうか。まあ、それはですね、完璧に守れるという守備はなかなかありません、ただここまでは中国 の先ほどはいい攻撃もあったし、中盤でのいい守備が中国ができているということですね、うん、今も明神には自由にプレーさせませんでした、はい、素早いサイドチェンジ、日本、中村、稲本、展開したいですね。裏に森島振りになってます、落として高原、後ろから明神来る、明神来ますが中国のディフェンス、この後が中国早いですからね、取った後が
ここがちょっと切り替え遅いのは事実ですね、うん、今日の日本ね。七海がアプローチします。こういうパス回しも中国は早いですしね。稲本のディフェンス、ああっと足がかかってしまった。これはベルカムがレフリーのメイディンさんが胸のポケットに手をやって稲本に対して累積2枚目のイエローカード。たとえ日本が決勝に進んだとしても、はい、稲本は出場停止となってしまいました。やはりね、中国はこう組織的な守備をした後、奪った後このサイドにこう飛び出してきますから、その切り替えがちょっと日本が今まであまりにもこう力の差があってですね、いつも楽にできてた相手だった、今日は今ゴブゴブでこう逆に攻撃に出てくる時のスピードは中国の方があると思いますね。でも仕方ないでしょうね。ただ稲本としてもここに行かれたらもう決定的なピンチを迎えるというところでありましたよね。確かに、中国がカウンター気味、しかも早い攻撃でした、はい、前半40分になりました。1対1の同点。倒れていたキコが戻ります。そしてそのキコがすぐにプレー。あー、ここ甘いですね。フリーになっている。危ない。シュートに来た。またペナルティエリアの外、うん、ミドルレンジから来ました。やはり4番の呉昌栄です。あの辺から中国の方は積極的に打ってきてますよね。それより前に行くと日本 あのディフェンダーが多いということもありますし、シュート力に自信を持っているところもあると思いますけど、あそこで日本のディフェンスが威力を発揮できないミドルシュートに対してですね、はい、これは何か問題があるんでしょうか。あの奪われた後に先ほどから言ったように対応が遅いということと、少しラインが下がりすぎている、普段よりも下がりすぎている、はい、これ下がっていることは何かあるんですか。それは取られ方が悪いからですよね。取られ方が悪いからこう下がらざるを得ない状況になっているということだと思いますね。日本これまでの4試合のようにはうまく試合を運ぶことができません。日本ボールのスローイン。増田さん、はい、先ほどあの怪我の治療の間にね、中国のミルチノビッチ監督は4番の呉昌栄と15番の新志を呼んだんですよ、あえてこの2人を呼んだということは何か左サイドの攻撃を考えているかもしれないですね。原さん、そのあたりは何かこうお気づきになることありますか。左サイド、まあ、右サイドの攻撃はね、比較的中国うまくいってますからね。中原、西澤ゴール前に入ってくる。花見から取りが来ましたが、中村来る、西澤へ渡らない。もういいですよこれは。もう一度奪い返して七海、ああっと、あの中はね本当にこう、密集してるし中国も固めてますから、一回外を使いたいですけどね。そして中国のカウンターになります。この時サイドバック出てきますよ、14番のここにいるのはリホー、センターバックです。リーホー、そして4番のサイドバックの呉昌栄来る。ドリブル得意な選手です。中に入ってくるが、まだあります。危ない日本。体を打ちでつないだ。そして日本にカウンターのチャンスです。折島。前に高原動き出し。逆サイド。あーっと、しかしそのサイドキックが、森島が地面を蹴ってしまうようになりました。通っていれば日本のチャンスというところでしたが、あーっと。ここは逆に中国に対してイエローカードです。李哲です。1枚目ですかね。先ほど5番の半式のイエローカード、はいはい、今度は中盤8番の李哲に対してのイエローカードです、うん、中盤の守備的な選手、まあ、中国も、ね、かなり激しく来てますから、もうこれでイエローカードも3枚目ですかね。このままいくと中国も誰か2枚目もらって退場という可能性もありますよね、今の李哲は累積2枚目にすでになりますので、次の試合出場することはできません、まあ、この試合の中でもこういう戦い方をしていると退場になる可能性ありますね、なお先ほどの5番の半式も累積2枚目になります。この他中国は1枚持っている選手が右のサイドバック13番の陳豪です。これですね、こういうのが早いですからね。また中国のカウンター。助かりましたね、まあ、先ほどはその早い攻撃を稲本がファールで止めてイエローカード。原さん、その中国の速い攻撃に日本のディフェンスはどう対応していったらいいんでしょうか。ですからまず一番悪い取られ方をしないことなんですよ、中国の攻撃は組み立ててくるというよりも奪った後速い攻撃ですから、はい、だからできるだけボールを動かして、あの
攻撃をして終わるとサイドから日本こういう形を折り返してチャンスになる。惜しいですね。最後は森島のヘディングシュート。日本が久しぶりにゴール前のシュートシーンを作りました。今日の日本の1点は森島の先制点です。今左からの攻撃で逆サイドまで七海が入っていました、はい、だからずっと言っているように中国の密集したところにボールを入れたりあるいはそこで奪われてそのまま出てこられないということなんですよ。で今みたいに長いボールでミスであれば帰る時間ももう1回プレッシャーかけに行く時間もありますからね、入れ替わってきたときにやはり中国のスピードの方が上回ってしまうということですね。まもなく45分になります。前半1対1の同点。陽心ドリブル突破にかかってくる、ね、中に入れて左サイドから先ほど栗田アナウンサーからのリポートでありましたがやはりその後中国は左サイドからの攻撃が多くなっています。それに対して原さん日本は右の外側には守備得意の明神がいますがその守備の対応どうでしょうか。まあ、あの明神が悪いとかそういうことはないと思いますよ、やはり中国が奪った後の速攻がやっぱり素晴らしいと言えるんじゃないでしょうかね。ロスタイムに入っていますが前半のロスタイムは2分です。服部、こういうボールこれがねもう一つ超えてくればね、間違いなくこうチャンスになるんですけどね。その兆しが見えました日本です。稲本から、ただ日本はこうしてパスミスも目立ちます。今の稲本には相手のプレッシャーはかかっていませんでした。七海前線に今日はくさびのボールがほとんど入らない日本、盛んに動き直しをしている西澤と高原ですがこれまでは面白いように原さんくさびのボールが入っていたように思うんですね。それが今日入らない一番の要因なんでしょう。やはりそのボールを出す人特に中盤の選手に対してプレッシャーがある、そして今までは高原も西澤も自分のマークしている相手だけを見てればスペースに走ればスペースにボールが出てくればもらえたんですけど、ゾーンですから自分のマークを外したと思っても違う走ったところにまたいるわけですよね、あるいは帰ってきたら中盤の選手がいるわけですよ。だから普段よりもちょっとやりにくいというところはあるんじゃないですかね。今大会では相手はマンツーマンのチームが多かったんですが、ただ普段 J リーグでやっているときには逆にゾーンディフェンスの相手が多いわけです。まあそうですね、ただここまでずっとそれでやってきてそこに慣れているということもあると思いますし、あの中国のこの守り方がやはり機能していると言えるんじゃないでしょうかね。稲本、まもなくロスタイムの2分になります。ミドルシュートに来ました。まあ、こういうシュートも積極的に打っていいと思いますね。西澤服部のディフェンス、松田、中村、七海から松田へ、今日は松田が戻ってきてフラット3の中央に入っています日本。右には森岡、右のさらに外側には明神がいます。その明神へのパスですが、まあ、こういうところのミスが今までの試合ではなかったミスですよね。明神、稲本、七海、七海に対するアプローチの早い中国、中村、ここも奪われてしまいます。陳豪からもう一度中国へ、伊鉄、中村のディフェンスから奪って七海、稲本、稲本に対する中国の寄せです。原さん、まだ立ち上がって1分少々という段階ですけれども、はい、中国が意欲的にまたボールを取りに来ているように見えますが、そうですね、その通りだと思いますし、特に稲本あたりに対してこう前向かせないですよね。稲本をフリーにすると逆サイドに展開されますから、それをさせないということが徹底されているんじゃないでしょうかね。その状況の中で日本が自分たちが本来したいサッカーを、ボール回しの速いサッカーを展開していくことができるでしょうか。後半日本ボールのフリーキックです。ボールには中村俊介、
ゴール前に高原、西澤、森島、そして松田が入ります。松田と稲本も入りました。キーパーの前へ直接更新です。原さん、今の狙いは、まあ、キーパーとバックラインの間ということでしょうけど、やはり、ね、中国の選手が大きいんで、普段よりもどうしてもこう慎重になってしまうということはあるんじゃないでしょうかね。日本のこのメンバーはゴールキーパー川口、ディフェンスは右から森岡、松田、服部、いい形で出ます。中盤は右から明神、あっと危ない、相手に行ってしまいましたね。スピード止めた方がいいですね。ここは松田の対応、よし松田対応する、危ない、っと逆転されてしまいました日本。まあ今ね、またちょっとミスパスからだったんですけど、このスピードに乗られた時にですね、もう下がらないで、もう前でね、下がらないでこう前でアタックして、こうずるずる探してる間に最後足合わせてこう逆に角度が変わったんですけど、もう少しこう前で行きたかったですね。一つには中盤でのイージーミスが、はい、そしてディフェンスの寄せがもう一つ早い段階で寄せきれなかった、はい。まあでもね、まだ3分ですから、ここからですよ、本当に日本のね、ここに来てもですね、レバノンに来ても日本が一番いいと言われたサッカーを見せるのはここからだと思いますし、これを逆転してこそ本当に日本が本当に強くなったと言えるんじゃないでしょうかね。後半に入る段階では選手交代のなかった日本トルシエ監督ですが、はい、あとまた中国のチャンスになる、手が出ました。助かりましたね、今のも。この逆転を許したことで、はい、もう選手交代考えてもいいと思いますね。あ、今サミアコーチがウォーミングアップをしている控えの選手たちの元へ行きました。また中盤のミスから日本、中国に得点を許してしまいました、はい。こういうところのカバーというか、こうボールに対するプレッシャー、やはり中国いいですよね。今日こう前向かせないでこう後ろに下げさせる、そういうディフェンスができてますね。これですね、稲本がほとんど前向けないですからね。町田さん、はい、サミアコーチが声かけたのは望月ですね。望月ですか、まあ、今大会これまでは明神に変える、はい、そして明神がまあ中に入ってくることも多かった選手ですが、まあ、明神あたりに変えるということ、ちょっとミスパスが多いのは事実ですね今日ね。この時間中村が中でプレーしています、はい、それと明治がこういうふうにサイドチェンジしているときフリーになりますから、ここで少し勝負にいける選手をですね、入れたいところではありますけどね。高原来ますがファールありません。まあ、明治の場合にはその明治です。まあ、中盤での守備のことをトルシエ監督が第一に考えて、はい、バランスを取る役目ということで起用をしている選手。原さん、一方の望月の方ですが、やはりこう中盤でボールも持てますし、明神よりはこう攻撃が得意な選手ですからね、負けてるし、そういう選択は当然だと思いますけどね。直接明神と変えるのか、あ、ミドルシュートに来ました日本です、まあ、これまで稲本が体調不十分、あるいはイエローカードを1枚もらっていたこともあって、はい、稲本を下げてそこに明神を持ってきて右サイドに望月という交代のケースがありました。まあ、今日の場合で言えば、もし望月を入れるんであれば、そのまま明神のところに入れると思いますね。くさびのボール入って西澤、ようやくくさびのボールが入りました日本。あ、ただこのボール森島からですが不十分。まだ望月はウォーミングアップをしている段階です。中村へ、七海、高原にくさび入る、高原勝負に行くのか、戻して中村、中盤に稲本、細かくつないで西澤に対するファールです。いいポジションですねこれね。ゴールほぼ正面、ペナルティーアークを少し出たところです、はい、こういうの入れてほしいですね。ゆっくりと背番号14の中村がフリーキックのポイントに近づいていきます。
中村がフリーキックを直接ねじ込んだのは、一番最近では今年の8月の広島で行われた UAE との試合ということになりますが、まあ、あれはちょっとキーパーの、ねミスという感じでしたから、雨の中仙台でのスロバキア戦でも決めました。いやこれはいいポジションだと思いますね。中国は全選手が戻っています。5枚の壁、しかも高い壁です。止めて、よし、中村来た、クロスバーで飛び込んで、飛び込んで入った、西澤でですか、ついた西澤ですね。中村のフリーキックのボールがクロスバーを叩いたところ、リバウンドに飛び込んでいったのは西澤。いやそうですよ、これでこれがありますからね日本には。で西澤もよく詰めてましたよね。日本が得意のセットプレーから同点に追いつきました。はい、よくこれね体投げ出して頭から行きましたよ。中村俊輔も素晴らしかったですね。今大会フリーキックを任されている中村が、はい、素晴らしい質のキックを見せて、はい、さらには西澤の言ってみれば泥臭い得点ということができると思いますが、まあそうですね、いやこれでまた日本のリズムになると思いますけどね。ボール回る日本、七海、堀島、西澤入ってくる。ディフェンスの間割って入ってきました西澤。ただ今みたいなプレー続けていけばいいと思いますね。西澤の今の同点ゴール、西澤自身の今大会5得点目になります。日本の高原と西澤がともに5得点、このアジアカップの得点ランキングを引っ張ります。高原入ってくる。今大会ミドルシュートも多い高原ですが、稲本、イライン、中村、浮かして高原へ落として、あと中国ディフェンス入る。あ、しかしもう一度その中国のボールに絡んでいく日本です。あ、いい形で奪って森岡、速いボールだ西澤へ。日本ボールのフリーキックです。日本が武器のフリーキックから同点に追いつきました。その場面が映し出されています。やはりね、日本のこのフリーキックは大きな武器だし、この1点は大きいですよ。また日本のフリーキック、今度は先ほどよりはちょっと遠いですね、距離のあるところです。ゴール前に松田が入っている、稲本もいます。ボールをセットしたのは中村、直接来た、おっとポストだ、惜しかったですね、惜しかった中村。今のは逆にこう低くてね、強いボール蹴ったんですけどね。これね惜しかったですよね。でも本当に大きな武器になってますね、もう日本のね、日本にとってこの後半貴重な同点ゴールを導いて、まあ、さらに今もう少しでというところでした中村。そして原さん、この同点に追いついたことで、はい、先ほど望月交代のプランがあったと思いますけれども、慌てなくていいと思いますね。このいいリズムの時に変える必要はないと思いますね。逆に中国の方が少しリードしてよしと思ったのに追いつかれてしまって、中盤でプレッシャーがかけられなくなってますから、今は日本はこのままでいいと思いますね。後半の4分に逆転ゴールを許して、わずかに7分後に追いつきました日本です。高原のシュートはディフェンス入りました。 いいでしょ、もうそこに来たらねシュートまで持ってっていいと思いますね。その姿勢が日本の武器のセットプレー、コーナーキックを得ました、原さん。しかし中村としては、いい形のプレーが2つ続きました。どうなんでしょうか、気分的なものとしては。いやもう
分的にはもう今いいんじゃないですか。松田が中央にいます。ショートコーナーできた。速いボールだ。中村は一つ一つそのキックの、ここはオフサイドです。球の質を変えています。ただこうなった時に、やはり中国の速攻っていうのはありますからね。常に攻めながらも後ろのバランスは考えておくということが必要でしょうね。ホイッスルあって日本ボールです。日本ボールのフリーキックになります。この時間帯あのファールをこうたくさんもらえるようになって、あのフリーキックが多く蹴れるんでね、もう完全に日本ペースになっていると思いますね。早いリスタート。中村狙ってくる。早いリスタートから中村俊輔来ました、はい、あの同点ゴール以降は日本ペースです。その理由の一つとして先ほど原さんからは中国の中盤でのプレスが効かなくなっているというお話がありました。効かなくなった。それはね、やはりリードしていけると思ったのに追いつかれてしまって少しがっくりきて、あの本当にこう守備が後手後手になってますよね。高原来ます。中村、この時間になって高原の強引とも思えるような意欲的なプレーが目立っています。西澤、高原へ、もう一度西澤です。森島、いい形になる日本。高原だ、高原後ろから来た、後ろから来て惜しかった日本。稲本じゃないですかね、入ってきたのね。最後は稲本入ってきました。稲本があそこに入ってくるだけの時間があったという、はいはい、日本の厚みのある攻撃でした。もう前半は稲本がああいうところに入っていくということはできなかったですからね。どうしますと原さん、この日本ペースの間に日本としては再びリードを奪いたい、はい、さらにリードを広げたいところだと思いますが、まあそうですね、ただ常にあの相手中国の2トップが残ってますから、その2人に対するケアとこの取られた後に速攻されないようなディフェンスですね、それが必要だと思いますね。町田さん、はい、ですからね、あの同点に追いついてからもね、トルシエ監督はあの服部を呼びまして、それからその後森岡にも指示を出したんですよ、はい、で見てますとね、あの中国の2トップの1人が必ずあの日本の左サイドに張り付いてるんですね。そのあたりのケアもあったんじゃないかなと思います。ここは中国のフリーキックになります。左利きの紳士から浮かせてきます。ここは川口出る。原さん、日本の左サイドに特に張り付いていることの理由何かありますか。まあ、あの左サイドにずっとというよりも前に残ってるんですよね。前に残ってる、はい、あの守備を最初はしますけど、その後はこういいポジションに前に残ってますから。高原へ、これいいんですか。落として後ろからシュートきた。明神のシュートになりました。日本逆転、再び日本のリード。いや素晴らしいシュートでしたね、明神ね。これはいい点だと思いますよ。高原も狙いすましてこう落としてるし、で明神ミスパスが多かったですけどね。このシュートは素晴らしいシュートでしたね。これ逆のサイドネット行ってますからね。先日のミドルシュートも素晴らしいものがありましたが、はいはい、やはり明神変えなくてよかったですね。よかったですね。今日は前半からパスミスも目立った明神の後半16分、貴重な、また日本が1点リードする得点決まりました。明神はこれで2試合続けての得点ということになります。しかも先ほどの西澤の得点も大きな1点でしたが、ここも日本にとっては大きな意味のある1点です。まあこういう風になれば中国もですね、多分選手を変えてきたり、やりあのそういうこと十分考えられるでしょうね。バメウ呼ばれました。バメウが中盤のペルージャでプレーをするバメウが呼ばれています。まあ、彼が少し攻撃的なポジションからいろいろシュートをしたりパスを出したりする役割をするでしょうね。中盤でゲームを組み立てる選手で、まあ、今大会は途中体調をやや崩しているという情報がありました。まあ、ただうまさを持ってますからね、この選手。
まあ、ただこれまでバーメイウはその体調が悪かったこともあるんだとは思いますけれども、なかなか中盤で運動量を上げることができませんでした。ですので中国の中盤は今日のようにプレスがよく効くのは、原さん、バメウが休むようになってからという印象はありましたね。まあ、この選手ね、攻撃はいいんですけど、どうしても守備が弱いということと、運動量少ないんですよね、確かに。ですけどもうこういう時間帯になった時には決定的な仕事をできる選手ですから、その決定的な仕事、さらには中国の2人のフォワードに注意をしながらも、はい、まあ、日本としますと中盤で中国が守備よりも攻撃を取る交代をしてきた、これは日本の攻撃にとっては逆にチャンスになるかもしれません。高原、稲本入ってくる、稲本来ます、空打ちで中国のディフェンスタッチに逃げました。今日また1枚のイエローをもらって累積2枚の稲本、次の試合出場することはできません。原さん、そういう時の選手っていうのはどうなんですか、この試合に今まで以上に意欲的になる、積極的になる、こういうこともあるんでしょうか。まあ、それはね、もらった瞬間は決勝のことを考えるでしょうけど、今はこの試合のことだけしか考えてないと思います。とりあえずこの試合にチームとして勝って、そのために自分もいい仕事をして、そして決勝行くんだと、それだけだと思いますね。日本が3対2と再びリード。高原、ミドルレンジから狙ってくる。この原さん、高原が最近ミドルレンジからのシュートが多くなっている、はい、この積極性どういうふうに感じていらっしゃいますか。やはり本当にゴールに対してのこの、おっと危ない、日本大丈夫ですかね、強い気持ちですね。ですからこうちょっとでも空いてたらゴールを狙っていくんだという気持ちが強くなっていると思いますね。先ほど明神の逆転のゴールを導くアシストの前には、自分で意欲的に同じようなポジションからゴールを狙っていきました高原です。いいですね、ボールの動かしが速くなってますね。そして高原来ます。これはゴールキックです。という高原ですが、まあ、やはりね、見てますと中国の中盤でのプレッシャーが前半ほどかかってないですよね。ですから日本がこう早くボールを動かせるようになって、いいリズムで今戦ってますからね、こういう戦いを続けていけばいいんじゃないでしょうかね。今高原に出たところもそういういいリズムだったんですね。そうですね、ボールが動かしが非常に早くて、いいですね、稲本ね。ただこの逆に、はい、長いボールですね、こういうところから長いボールを蹴られたときにしっかり対応することが必要でしょうね。服部のディフェンスから中村、前半はこういったパスミスからピンチを招きました。これ、ボールに行かないとダメですね。寄せ切れるか日本、稲本入りました。七海、西澤、中村、サイド変えて明神、いいですよ、日本がようやく中盤で持ち前の速いボール回しができるようになってきました。津田から7、高見に対するプレッシャーも中国少し弱くなってます。森島、逆サイド空いてますね。その逆サイドに送ってきますが、逆サイドに西澤がいました日本です。逆にプレスを相手陣内でかける日本、稲本、カウンターに来る中国、スピードありますからね。川口出ます。ただここに来て、前半は中盤は中国がプレッシングからリズムを掴んでいましたが、日本が逆に速いアプローチ、そしてプレッシングでボールを奪うことが増えてきました。いいボールですよこれは。ピンポイントで高原へ、
田さん、日本としては次の1点を早く取りたい、はい、まあ、取れればそれ一番いいんですよ。ただ、大事なのは自分たちのリズムで戦い続けることですね。稲本、高原へ、あっと、そしてあの中国の選手、残ってる選手奪われた瞬間にその選手に出てくるボールはなるべく出させないと、時間をかけさせるということが大事ですよね、中国の攻撃に対してね。今はもう時間を稼ごうといった七海が最終的にディフェンス中盤で奪いました。そうですね、中盤での守備今大会光っている七海です。ですから中国のプレッシャーが甘くなってますから、あの無理やり行かなくてもこうどん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 動かしながら、あの空いてるところを見つけて攻撃していけばいいんじゃないでしょうかね。稲本、前半は前を向いてのプレーはほとんどできなかった稲本です。日本ボールです。後半の23分を回っています。3対2日本リード。時間としては原さん、監督がそろそろ選手の交代、選手の疲労などもありますので考え始める時間だとは思いますけれども、まあそうですけど、今度の場合には勝てば中2日ありますからね、で2日あればそういう試合っていうのはあの J リーグでもある程度ね、2日あればまた違いますよ。1日だけだとかなり応えますけど、まあ、それよりも今日の試合確実に勝った目には交代した方がいいのか、あるいはこのままのリズムで戦った方がいいかという選択になるんじゃないでしょうかね。で今はいいリズムですからこのままでいいと思いますね。高原に対して中国右サイドバックの陳豪、イエローカード出ました。中国はこれでイエローカードをもらったのが4枚目ということになります。4番の呉翔英、5番の韓式、8番の李哲、そしてこの13番の陳豪です。まあ、このファールを見てもでもですね、もう明らかにイエローカードだし、もうイライラしてるわけですよ。だからこういうふうに相手をイライラさせながら自分たちのリズムで戦っていくと、そしてもうファールをもらってまた時間も稼ぎながらチャンスも作る、こういう戦い方がいいでしょうね。でその中でもう1点取れれば最高ですよ。でも取れなくてもその戦い方をあのやめない、これが大事ですね。田村から近いサイドに来てようやくクリア。中国もう一度、日本速いボールだ、いいボール、チャンスになる、ヘディングシュートはーとクロスバーの上だ。西澤ですか、松田だ。松田上がってきたんですね、まあ、ちょっと戻りながらだったからね、難しかったですけど、まあ、日本とすれば今のような形で決めていれば、まあ、そしたら最高ですね。ただこういう風にシュートで終わってればまたみんないいポジション取ってね、しっかり構えて守ることできますから、それでいいでしょうね。一方の中国は中盤の攻撃的な選手バ・メイウを入れてきました。でもまだ彼が全然出てきてないですね。それは中国の側の問題なんでしょうか、あるいは日本の中盤が今機能しているということなんでしょうか。まあ、日本の方がこの常に先手を取りながらボールを回せるし、彼が攻撃に絡めないんですよね、守備に回ってるだけですから、今ここに出てきてずっと守備に追われてる、まあ、それが理由でしょうね。そのバーメイウですが真摯に変わってそのまま左サイドに入ってます。ただこういうリズムでいくと普通であれば中国もですね、選手を変えたりあるいは戦い方を変えると、そういうことが十分考えられますから、あと20分切ってますよね、最後の15分あたり多分中国が勝負してくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。もっと高い位置からボールを取りに来る、あるいは選手をちょっと入れ替えて、もう一人入れ替えるということは十分考えられると思いますよ。増田さん、はい、中国は12番のフォワードの極盛強が準備しています。極盛強、今大会もこれまで何度か後半出場した選手ですけれども、1m86cm の長身のフォワード極盛強が準備をしている中国。その前に日本のチャンス、飛び込んでくる、ヘディングシュート、おっと、今のは落としたんでしょうか。まあ落としたんでしょうかね、なんかいいタイミングで飛んだんですけどね、中国の選手もこう体を当ててた分思うところにコントロールできなかったですね。逆に中国カウンター、陽心シュートに来る、
今のディフェンスの寄せは、まあ、あの辺から逃げながら打たれるんだったら強いシュートは打てないですから大丈夫ですよ、ね、松田もここまで寄せてますし、あそこから強いシュートは打てないし、もう川口も十分ねコースは切れてますから、だから今の辺で怖いのは切り返されたりしてこう入れ違ってしまうことですよね。中国の選手がまあフォワードと変えるのか、あるいは中盤の選手と変えてシステムを変えてでも来るのか、そこでしょうね問題は。これまで中国は今大会はシステムを変えてと、あるいは前線の人数を多くしてということはしてきていませんが、代わって入ろうとしている12番の中国極盛京は予選リーグの3試合、韓国戦、インドネシア戦、そしてクウェート戦、いずれも後半の途中から出場している選手です。まだ今大会得点はありません。第1戦の中国戦では後半の途中から入って10番の祝母神と2人のフォワードになって、その2人が縦に並ぶような関係でプレーする時間が多かったように思います。極盛京です。その極盛京が今第4の審判のところに行きました。日本のコーナーキックになります。29分に間もなくなろうとしている後半、3対2、日本リード。このコーナーは森島、そしてゴール前にディフェンスから松田が入っています。稲本もいる日本、近いサイドに来た。もう一度コーナーです。こういうのでいいと思いますよ。またコーナーになるようなボールを何度も何度も蹴ってですね、相手がこう嫌になるような、あるいはこぼれ球に対しても思いっきりシュートを打って相手に速攻させないような、そういう終わり方にした方がいいですね。しかも今ボールを拾ったこの森島がゆっくりと時間をかけて、これでいいですね。もう一度コーナーです、はい、こうやってるうちにね、あの中国の選手がイライラしてくれば日本のペースに一段となりますからね。日本のスローインです。中村、もうゴール前に上がっていた松田はディフェンスラインに戻っています。はい、あっと、ここはオフサイドない。ナナミ、ゴール前に2人いる。入ってくる。あっと、2人重なってしまうようになりました。高原、宮本、明神、森岡、いいですよ。森島がまだキープする。森島開いて高原、サイドを変えます。日本、こういう風に、ね、どんどんボール動かしていけばいいと思いますね。中村、西澤、あっと中村が少し足をかけられました。あの、ね、入れ違おうとした時にちょっとファールがあったんですね。そしてここで中国の交代、はい、中盤の6番の右サイドにいた李明に変えてフォワードの極盛京を入れてきました。そしてそのポジションですけれども、今はこのセットプレーで高さのあるフォワードの宿毛慎がディフェンスをしにゴール前に戻っています。そうですね、まあ、ただフォワードと中盤を変えたということですから、より攻撃的に来ることは間違いないと思いますね。変化をつけてきますが、ここは読まれた日本。しかし日本ボールのスローインです。前線に3人を並べてくるのか、あるいはそのうちの1人が中盤に下がるのか。1点を追って手を打ってきましたミルチノイッチ監督。日本、高原チャンスになる。落として、あ、いいでしょ。まだある。かろうじて中国クリア。あっと、奪われた日本。これ危ないですね。こういうのは一つ前のカウンターに出てこようとしていた中国です。代わって入った極盛京。原さん、この極盛京の今大会のプレーの印象、どんな印象でしょうか。まあ、あの今まではですね、どちらかというと、まあ、予選リーグでは出てきてこう時間をうまく稼ぐとかですね、そういう時が多かったもんですから、
まだこう自分の力を発揮してたとは言えないと思いますけどね。ただ今はもう出てくるでしょうね。中国はもう一人選手がウォーミングアップのピッチを上げています。11番のシャキです。あ、またフォワードの選手シャキが準備をしています。中国ボール、フリーキックになります。ここは日本のディフェンス、中国の高さ要警戒、はい、あ、スローインです。もう一度スローイン。あっと危ない。日本ディフェンス、森岡の対応、抜けてきてクリアしました。危なかった日本。あ、ここも中国に奪われる、はい、この辺で取られたくないんですよね、あっとここはカードは、まあ、カードはなさそうです。はい、ただセットプレーは本当に集中しないといけないですね、まあ、12番の極盛教もフォワードですし、大きい選手多いですからね。そして今後ろから長身のディフェンダーのリ・イホーも入っていきました。あ、そして遅れて半式も遠いサイドに入ってきます。逆サイドにこう多く中国の選手が入ってますから、その折り返されたボール注意しないといけないですね。バメウから浮かしてきます。中国落とす、日本中村のディフェンスだ。中村のディフェンス、よく頑張った、しのぎました日本。そして日本のスローインです。このスローインを早く入れて、あ、囲んで奪う中国。中国は少し前からという意識、まあ、見え始めていますか。まあ、もう10分ちょっとですかね、11分ぐらいですから、やはり当然プレッシャー、ボールに対してはプレッシャー激しくなってくるのが普通だと思いますね、まあ、そこで日本は奪われずに今のようにファールを誘えれば時計の針を進めることもできます。アットリー、西澤、あ、ここもよく七海が絡みました。高原、右から明神がオーバーラップをしますが七海に預けてスルーパス通してくるチャンスだ日本。あっとフラッグ上がってる、フラッグ上がってます。オフサイドですね。高原がすり抜けていきましたが、高原オフサイド。あ、ちょっと走り込んできたようにも見えましたけどね。この場面だけ見てると高原出てますけど、その前は七海が蹴った瞬間後ろにいたような風に見えましたけどね、まあ、オフサイドはオフサイドであるのかないのか決まるのはパスの出し手が出した瞬間です。そうですね。35分を回りました。後半日本3対2、1点リード。2大会ぶりの決勝へ残り10分です。裏を通してくる、今のは明神が中に絞ってのディフェンス。極盛教、変わった極盛教入ってきますが、この後ですね、中に入れてくる、あ、中国選手余ってる、ヘディングシュートに来た。うん、今ねシュート打ってくれて助かりましたよ。今中に しっかり折り返された方が中で危なかったですね。1点目を日本が失った時と同じようなケースに見えました、しかもそのヘディングをしたのは同じ10番の祝茂心。今のあたりは原さん、この10番の祝茂心シュートを狙ったというのは、はい、焦りあるいは流行る気持ちみたいなものあるんでしょうか。まあ、それはあると思いますね。うん、西澤合わす日本、中村、七海、もう一度中村へ、高原に渡ります。森島オーバーヘッドで狙っていった。今のね、オーバーヘッドでパスですね。パスを狙いましたか、はい、アイデアは面白かったと思いますよ。服部が出足で奪って七海、そのまま服部上がっていきます。服部、七海、細かくつないで日本、もう一度服部上がっていく、その服部へ、いいですね、日本のコーナーキックになります、
3対2と日本リードして残りが10分を切った段階でディフェンスの服部の攻撃参加。ここで中国選手の交代です。準備をしていた11番フォワードのシャキが入ります。ドイツのアーヘンでプレーをする選手。予選リーグ3戦目のクウェート戦で先発出場をしましたが得点はありません。またフォワードの選手を入れてくる中国です。まだその交代はありません。日本のコーナーキック、今度は松田は上がっていません。日本です。後ろに戻す、後ろから明神が走ってくる。明神を落として高原、あーっと譲り合ってしまった。譲り合ってしまった。日本もったいない。今のはもう森島どけてでも自分で打たないとダメですね。もったいなかった。日本この後気をつけた方がいいですよ。こういう後逆に中国のカウンター。ただ松田はこのセットプレー残っていました。日本です。日本ボールのフリーキック。明神に対する中国のファール。あー先ほどのこの場面です。あ、まあ、気持ちは分かりますけど、ね、もうこうなって止めたらですね、もう味方だろうが敵だろうが跳ねのけて自分でシュート打っちゃった方がいいですね。中国は10番の祝茂神に代えて11番の謝球を入れてきました。原さん、先ほど極盛強が入った後の中国のフォーメーション、はい、フォワードの人数ですけれども、はい、やはりねもう3人が前目にいますよ、うん、まあ、3トップで張ってるというよりももうフォワードのポジションに3人ともいますからね、ですから余計中国はあの中盤が少なくなってますから日本はボールをどんどん回すことができると思うんですよ、持ち前の日本の中盤のパス回し、はい、ここは相手を崩すことももちろんありますけれども時間を使うということにも十分に使えます。39分をすでに回っている後半、3対2日本リード。中国は前線めがけてロングボール入れてくる。いいですね、奪って日本、あ落ち着いてます。稲本から森島、右に高原、ゴール前に西澤いますが中国は前線に長身の選手を揃えています。フォワード3人、まあ、これまでも中国は負けている時には最終的にはゴール前にボールを放り込んでくる、まあ、いわゆるパワープレーというのを再三見せてきましたが、まあもう時間もないですしね、当然そうなってくると思いますね。それに対して日本気をつけることはどんなことなんでしょうか。やはり競る人はしっかり競る、そしてそのこぼれ球の方が怖いですから、そのこぼれ球セカンドボール、いわゆるセカンドボールをこう出足で負けないということですよね。中国のフリーキックです。前線に4人選手が上がっていった中国、ああ助かりましたね。狙ってきたんでしょうか。いや、まあ、狙ってはないと思いますね。あのキックミスですね。こういうのは助かりますね。40分を回っています。まもなく41分になります。後半3対2日本リード。前半は日本が先制をしましたが中国に追いつかれて1対1。後半の4分に中国陽神の逆転のゴールを許した日本ですが、すぐ4分後後半の8分に西澤が決めて同点に追いつきました。さらに後半16分に明神が貴重な、再び日本がリードするゴールを決めています。日本ボールのスローインです。今手前のタッチライン近くで西澤が少し頭を痛めたんでしょうか、首を振っている仕草をしています。日本はこの試合まだ交代はなし。中国は3人の選手が入りました。柳沢呼ばれましたね。柳沢が準備、高原、森島、七海。42分に間もなくなります。後半後ろから来る日本、奪って中国、
今大会、まあ、風邪とも下痢とも伝えられましたが体調を崩して試合から遠ざかっていた柳沢がスタンバイをしています。いいでしょ、七海いい守備してますね。今大会は中盤での守備の光る七海、守備も光る七海です。ファールでは、ね、この辺で取られないことですね。この辺で取られてカウンターなのが一番怖いですね。そして日本は原さん、柳沢が準備をしていますが、はい、柳沢投入の狙いは、まあ、あの西澤がちょっとね先ほどから痛めたということもあるし、で今まで試合やってませんから初戦以来ね、少しうまく時間を稼ぎながら柳沢のコンディションも上げることができればより決勝戦に向けてねいいですよね。後半の43分になるところ、西澤に代えて柳沢投入です。西澤の後半一旦リードを許してから同点に追いついたあのシュートが効きました日本。そうですね、柳沢第1戦以来の登場になります。その第1戦の柳沢です。では日本にとって大会最初のゴールとなる得点を決めている柳沢、そして原さん、もう一つは柳沢は前線からの守備、うん、そうですね、もう自分のコンディションを上げる意味でもチームに貢献する意味でもですね、今までチームに迷惑かけたわけですから、もうどんどんボールをかけて少しでも中国に速攻させないということをやった方がいいですね。中国ゴール前に選手2人中に入ってくる、ここ、あとディフェンスよく出ました。足を出したのは森岡です。はい、そして日本カウンター高原、しかしここは中国ディフェンスの対応。44分回りました。3対2日本リード。日本2大会ぶりの決勝に向けて試合残る時間は少なくなってきています。今度は奥です。奥も準備をしている日本です。奪って中国、森島のディフェンスも効きますが、厳しいと思いますよ。ただもう気持ち切り替えて、ここ集中した方がいいですね。先ほどは中国のミスキックに救われたフリーキック、中国今度は遠いサイドに5人選手が上がっています。向こうの方に白いユニフォームの中国の長身の選手、ここで日本は選手の交代です。森島と奥の交代。原さん、この2人はゴール前で競る選手ではないと思いますが、そうですね、で、キッカーに対して今こう立つ役割ですから、そんなに影響はないですね。後半ロスタイムは3分です。今ちょっと危なかったですね。今オフサイドありませんでした。取りに行って今取れなかったですからね。もうここはねしっかり守った方がいいですよ。こういうところであれをやるとちょっと一発間違うとやられてしまいますからね。リスクも大きいプレーですね。大きいですね。逆サイド空いてますね。奥、変わって入った奥、ここはファールはなし。今クロスを上げられればゴール前に日本の選手が2人という場面でした。しかもフリーでした。これ逆サイド残ってますからね中国。中国は3人前に残っている。そして中フリーで上がってきます。日本危ない、日本危ない。ここはドリブルのミスに救われた日本です。中村、ロスタイムは3分です。中村まだキープをして、明神、この明神の逆転ゴールがありました。柳沢狙ってくる。いいでしょう、いいでしょう。マルチボールシステムになって時間は稼げなくなりましたが、守備が立て直す時間があります。変な取られ方するよりははるかにいいと思いますね。ただ両サイドも残ってますからね中国はね。日本は今対応しているのは右サイドディフェンス明神です。ただゴール前は1対1の状況になっています。危ない日本、危ない日本、こぼれてシュートに来たが、よく寄せました松田。そうですね、ここでねボールをどんどん動かして、できるだけ前の方で高原とかあるいは奥がキープしてほしいですね。柳沢がね、このシーン危なかった日本です。ロスタイム2分が経過、表示されたロスタイムは2分です。またオフサイドを取りに行った日本ですが、やった方がいいですよこれ。蹴
川口で、あー危ない、危なかった日本、ね、川口は手が使えないところでした。まあそうですね、ディフェンスラインの押し上げ、いわゆるオフサイドの取り損ないからヒヤリとしました日本。もうこの時間帯を考えればオフサイド、先ほどのフリーキックがありましたけど取るということよりも、今松田もオフサイドアピールしてて遅れたんですけど、もうオフサイド取るというよりもこうしっかりマークして、今のここでも松田が競ってその後ろに川口がいた方がいいですね。そしたら絶対入りませんから。ロスタイムに入って間もなくその表示された3分になりますが、このロスタイムの間にも中国の選手がいたんで、また少し時間がありそうです。日本にとっては長いロスタイム。トルシエ監督がいよいよ決勝トーナメントに入って最後の直線に立って、結果が出ればアジアの枠を超えられるという日本のサッカー。3対2とリード、先制をして追いつかれて、一旦は逆転を許しましたが再び同点にして勝ち越した日本。ロスタイムに入って3分30秒が経過。レフリーはシンガポールのシャムスル・メイディンさんです。日本のゴールキック、高原、もう時間はほとんどありません。高原がファールをもらって日本ボール。ただここはあまり時間をかけるとイエローカードということにもなりかねません。まあ仲間なんかね、特にこんなところでもらっていけないですね。すでに1枚もらってますので、繋いできます。あっと、ここで試合終了の笛、日本2大会ぶりの決勝進出です。まあ、この勝利は本当素晴らしいと思いますよ。日本も良かったし、中国もね、後半1点取るまで素晴らしい出来でしたから、それを逆転したと、この勝ち方は大きいと思いますね。これまで先制を許したことは今大会日本ありましたけれども、はい、試合後半になって相手にリードを許すというのはありませんでした。そうですね、本当に苦しい試合だったと思いますし、ただそれを救ったのはやはり中村俊輔のですね、フリーキック、やはりフリーキックからの得点率というのが非常に日本は高いし、そういう武器を持っているというのが日本の良さだと思いますね。まあ、今日は序盤から中盤をある意味中国にペースを握られて、はい、なかなかこれまでのような思ったような試合の時ができませんでした日本。後半に入って中国に一旦リードを許しましたが、それを中村俊輔の左足からのフリーキックが救いました。苦しみながら日本決勝戦進出です。その中村が今大会、今試合の、はい、この試合の MVP に選ばれました。大量得点の時にね、フリーキック決めてもあんまりって言っちゃいけないですかね、あんまり価値はないんですけど、今日のこのフリーキック、もうあれで流れがガラッと変わりましたね。あれが大きかった、まあ、もちろんそれを詰めた、ね、西澤は素晴らしかったですけど、あの状況であそこに蹴れたと、そういう武器を持っている中村が本当に今日の流れを変えたと思いますね。まあ、持ち前の中盤の素早い動き、ボール回しは封じられた日本ですが、はい、もう一つの大きな武器の中村俊輔のフリーキックが日本を救いました。はい、その通りですね。さあ、この後日本のトルシエ監督、そして選手のインタビューもお伝えできればと思っています。日本が決勝進出、サウジアラビアと決勝で戦うことになりました。決勝は中2日、3日後に行われます。まもなくそのトルシエ監督のインタビューです。放送席トルシエ監督です。まず準決勝を勝って決勝に進んだ今のお気持ちをお願いします。Dire votre sentiment. On est en finale, grande satisfaction. C'est une soirée importante d'histoire déjà. Et puis je crois qu'on était venu pour ça. Les joueurs ont montré sur cette demi-finale toute leur qualité. C'est le résultat d'un travail et,
et de talentueux joueurs qui se sont mis au service aujourd'hui d'une organisation. Nous sommes véritablement satisfaits d'avoir donné au Japon cette place de finaliste.まず非常に満足しています。もちろん決勝行くために我々はこちらへ来ましたけれども、今日の試合を通じて日本の選手が非常に彼らの持った力というのを周りに見せつけて決勝へ進むことができました。本当に日本にとってもこれ今後の歴史にとっても非常に大きな一戦でありましたし、非常に満足しています。1点後半リードされた後にベンチでは選手の交代の動きもありましたけれども、監督は我慢しましたね。Oui, bon, c'était une demi-finale de Coupe d'Asie contre une équipe qui était bien préparée et qui est également aussi dans un processus de Coupe du Monde. Rien n'était facile, même si on a eu l'impression que le Japon était supérieur. Il a fallu être rigoureux jusqu'au bout. Les joueurs ont montré un grand professionnalisme. Nous sommes satisfaits d'avoir fait cette belle performance qui doit donner beaucoup de confiance à tout le Japon.Pour justement ce processus mondial. もちろん非常に厳しい試合でした。やはりアジアカップのセミファイナルということで内容も非常に厳しいものでしたけれども、日本の選手が強いプロ意識を持って見せてくれて、いい結果を得られたこと本当に満足しています。まだ準決勝が終わったばかりですけれども、決勝の相手はサウジアラビアです。初戦で対戦してますか。On a joué contre eux le premier match. Bah, c'est ce que j'avais prévu après le match d'ouverture. J'avais dit aux Saoudiens qu'on les retrouverait en finale.Donc c'est chose faite, c'est une belle affiche, Saoudi-Japon, c'est une belle affiche et c'est actuellement la bonne santé du football asiatique. Là-dedans, il y a peut-être un passage de témoins. Les Saoudiens sont vainqueurs de la dernière édition. Nous sommes une équipe jeune. Eh bien, on est très contents de les rencontrer et en sachant que ce sera un autre match, bien sûr. もちろん1戦目に対戦した相手なんですけれども、1戦戦った後に必ずサウジが決勝に来るんではないかと私は考えていました。そしてこの前回のチャンピオンであるサウジアラビアと、我々は若いまだ日本のチームがこの決勝で戦うということは非常にいいカードだと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。Merci beaucoup. 続いて選手にも話を伺います。まず同点ゴールの西澤選手です。頭ちょっと最後の方振ってましたけれども大丈夫でした。後ろからね押されてちょっと顔面にボール当たってクラクラしちゃってしかし逆転された後でね、すごく貴重に早くゴールを決められたと思うんですけれども。そうですね、まあでもこのチームだったら焦らなければ絶対3点ぐらい取れる自信はあったから、まあ落ち着いて、その時に俊介がいいボール、いいフリーキック蹴ってくれたんで、あとは押し込むだけでした。今日は前半からくさびのボールがなかなか入らなくて、石田さんもいい形でボール持てませんでしたよね。そうですね、まあもうくさびに入った瞬間囲まれている状況みたいな感じだったんで、ちょっと後半はタカといろいろ考えて動き出すように工夫してたんですけど。それが功を奏した。そうですかね、まあ後半の方がボールはたくさん受けれたと思うんですけど。決勝です。それから得点を争いでもトップに並んでますよ。まあね、得点王よりもまずは優勝、あと1試合勝てるように、はい、まあ、集中して頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて逆転ゴールの明神選手です。2試合連続ゴールで逆転のゴールですからね。まあ得点したことよりも、失点につながった自分のミスがちょっと反省してます。それだけに点も取りたかった。まあなんとか自分のミスだったんで、追いついて逆転したかったけど、まあいい時間帯に西田さん取ってくれたし、周りのみんなもこう盛り上げてくれたんで、まあ自分自身助かりました。決勝頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。放送席どうぞ。インタビューは栗田アナウンサーでした。まあ、これまで10月26日と言いますと日本のサッカー